何かっていうと、あれ、なんだ、大きな意味で、SF って、うん、あの、社会批判じゃなきゃいけないと思うんですよ。ははははは。<え>なるほど。今の世の中、本当にこれでいいの、うん、って見てる、見終わった時に自然に思う。はい,はいはいはい。感じがない作品って、うん、僕実はあんまりグッと来ないというのは。うん、ああ、もう、そこへ来たらサイコパスはバリバリですね。そうなんですよ。毎週批判してますからね。 す,すっごいこれ、大丈夫かみたいな感じのとこまで持っって行ってますよでもサイコパスはその近未来の,このその世界になった時に、うん、まに、いわゆる警察官ですよね、うん、正しくはそういう言い方じゃないですけど、そういう人たちがどうやって犯罪を犯しそうな人を捕まえていくかっていう物語。 そうです。行政、警察機構から全部司法機能まで全部二人の人間と一つの銃で行えるっていうそういう世界ですよね。うん、だから、えっと、簡単に言うと執行官っていう人と観察官っていう二人だけで司法までやってしまうっていうそういう世界の話なんで、うん、かなり今の数字偏差値とかね、えっと、カロリー値とかそういういろあるじゃないですか。その数値に支配されてる行き過ぎた世界を 100年後において、うん、今日の、ね、夜からお送りする。 アニメででは見せようというい感じですねこれ今回こう作るっていうことになったときに、うん、まずまあ実はさっきも言ってたパトレーバーみたいなものを作りたいなっていうふうにおっしゃってましたけど、うんはい、それってまあ世界観で警察とかもそうだと思うんですけど、僕が今、社会批判ってあえて言いましたけど、はい、そういう気持ちでやっぱりあったんですか、こういう感じのことをやりたい、数字がおかしいいっていうそうですね、見た後にやっぱりなんか残るものって、やっぱり問題提起だったりするわけじゃないですか、やっぱりそういう意味では、パッケージはアニメーションと群像もののように作って、 てはいるんですけどやっぱり見終わった後味感っていうのは大事にしたいのでそこは作家のウロフさんがうまくまとめてくださってますすね <laughs>、うん、そうなんです今のは、はい、あのウロフチゲンさんっていう「魔法少女まどかマギカをご存知の方ももう少なくないと思いますけど「うん、魔法少女まどかマギカの,あの脚本を担当しているウロフチゲンさんが今回サイコパスの,その,原,あの原作というか、うん、あの脚本を書いていらっしゃると。はい、そうです、ね まあ、ハードなんですよ。すごいパンチが効いてて、うん、これってオンエアのアニメーションにしてもいいのかなっていうぐらい、ちょっと、すごいんですよ。重いんですよね。うん、だから、やっぱり、あの、監督は僕じゃないんですけど、塩谷監督がうまーくまとめてくれて、で、笑いあり、シリアスなところあり、最後ずしって残る問題提起というか、うん、それがうまく、調和されてる、第一話になってますね。